ドジャース大谷翔平投手30は自己最多で日本選手最多を更新中の53本塁打を放ってきた。本塁打が飛び込むたびにスタンドは熾烈、熾烈な争奪戦へ。節目のお宝ボールを本人に返却する、あるいは競売サイトに出品する、自宅で大切に保管する。53本のアーチの分だけ異なるストーリーがある。 9月編のマンスリー昇平では、お宝ボールをゲットした幸運なファンたちを振り返り、その後を追った。取材、大リーグ取材班、写真、大谷の本塁打球をグラウンドに投げ返したカブスファンのジムリッチさん、遺跡1号は大谷のもとへ、大谷の節目のホームランボールには、10万ドル、約1440万円以上の価値があると米メディアは報じる。 4月3日の遺跡1号をキャッチしたアンバー・ローマンさん、28、は、球団の求めに応じ大谷本人の手に渡るよう返却した。後日球場に招待され、大谷とも交流してサイン入りバットなどを送られた。大谷と握手した。二度と手を洗わないと感激していた。一方で、注目されるのは50号ボールの行方だ。史上初の、50から50。 達成級だけに価値は高い。フォックス局電子版によると、球団が30万ドル、約4320万円を交換条件に提示したが合意に至らず、争奪戦でボールを取った男性は保管する意思を示して帰宅したという。こうした記録がかかった試合では、本物である証明のため国印入りの特別なボールが使用される。 松井秀喜の日本選手最多を更新する通算176号となった4月21日メッツ戦での今季5号もそうだった。ゲットしたジェイソン・パティーノさんはサインボールとの交換を提示されたが E6 とマークされた記念球を手に今はキープを選択した。また、ドジャースと話すよとン案を後に競売サイトに出品したが最低入札額の12万ドル、 約1730万円が高額だったか取引は成立しなかった。日本のファンからすれば大谷の本塁打が見られるだけで幸せなのに、そのボールをキャッチしたとなれば天文学的な確率。そんな幸運に出会えたら、あなたならどうしますか投げ返した2号、後悔はない、熱烈なカブスファンのジムリッチさん、48は、 今季の大谷の本塁打をゲットした観客の中で唯一、グラウンドに投げ返した。大谷にとって初めてリグリーフィールドでのプレーとなった4月5日の花軍戦での今季2号。当時は、後悔はない。リグリーフィールドでは相手チームの本塁打は投げ返すのが伝統だ、と胸を張っていた。大谷が史上初の50から50を達成した現在の活躍を受けても、正直、 最初はキープしようとも思ったが、今も後悔はない。決して昌平に対して失礼なつもりはなかった。これがこの球場の伝統、と言い切った。ボールは手にしていた球場名物のヘルメット入りのナチョス、16.99ドルイコール約2450円に直撃した。本類だボールの金銭的価値より、投げ返した経験の方が私にとって価値があると語り、強いて言うなら、 ナチョスのチーズのシミがついた本類打ボールを持っている大谷の写真が欲しいねと笑った。ナチョスのレシートは記念に手元に残してある。大谷は偉大だ。素晴らしい一年を過ごし、見ていて楽しい。野球を愛し、カブスを愛するからこそ、大谷の本類打ボールを全力で投げ返した。頭部直撃の6歳野球始めるきっかけに、 大谷が7月2日のダイヤモンドバックス戦で宇宙艦石へ運んだ27号が頭部に直撃した日本人の少年信義くん6は救急隊員に担架に乗せられたが精密検査で異常なしと診断されたその後ドジャース側から同5日のブルワーズ戦に招待され球団スタッフを通じ大谷の直筆サイン入りボールを贈られるサプライズもあった 東京から父と息子の二人旅の最中のアクシデントで、帰国後は日本の病院での経過観察も終え、現在は元気に保育園に通っている。信義くんは公園では父と一緒に野球を始め、テレビの前では今まで以上に熱心に応援するように。大谷さんは今、ホームランが白丸台本で、盗塁が白丸大子だねと毎日家族に教えるようになったという。 大谷のボブルヘッド人形ともらったサインボールは2歳の弟に触られないように家の戸棚の上に大事に飾っている。信義くんは家族を通じ大谷さん、ホームラン50本、盗塁50個、達成おめでとう。たくさんホームランを打って走るのも早くてかっこいいです。優勝目指して頑張ってね、とエールを送った。 48号ゲット大学生記念級自宅で保管。マイアミで17日に48号ボールをゲットした大学2年生のジェナバンダービーゼンさん、19は、ワシントン近くの自宅で記念級を大事に保管しているという。私が知っている唯一の選手だったのよと普段野球は見ないが、大谷の存在だけは知っていた。ドジャースタジアムで20日に52号ボールを手に入れたのも、 大学生のアラン・メンデスさん、24。自宅は本拠地から車で約10分の距離で、大野土群ファンだという。後日、ボールを保管して飾るためのケースを購入した。絶対に売りません。幸せの象徴ですからと過方にするつもりだ。